はい、どうも、メンヘラおじさんです。ですね、なんかおかげさまでチャンネル登録者が増えて、今、アナリティクスは390人になってるんですけど、多分ね、まあ言うたら、そっちの、まあ YouTube の方で見たら、388人になってると思います。あと12人で400人いきそうなんで、まあ、えちらおちらやりながらですね、見ていければな、というふうに思ってます。で、今日はですね、二つ話したいことがあって、一つは、ちょっと自民党についてちょっと話したいですと。で、二つ目は、新党くにもにっていう、言うた保守系の、政党なんですけども、どう思いますかっていうのがなんか来てたので、まあ、それについてちょっと後で調べながらね、お話したいと思ってます。で、自民党に対して言いたいことなんですけれども、一つは、次の参議院選挙で、おにゃんこクラブのですね、タレントさんを、あげますというところですね。伊能さんかな、まあ、わかんないんですけども、出てますと。で、まあ、正直なところ、まあ、なんて言うんですかね。もうタレント議員を参議院選に出すのって、もう古いと思ってるんですよね。まあ、言うたら喋れる人で政策通とか、そういう人がやっぱり国会議員になるべきだし、まあ、言うたら、まあ、衆議院議員はまあ、言うてタレント候補ってそんな少ないと思うんですけど、参議院議員がやっぱ多くて、でも、個人的には自民党の参議院の比例とかやったら、僕は佐藤議員と、そこフォロワー、だっていうことは前から言ってるんですけども、そういう方になってほしいと思ってますし、保守本流の、言うたらでも支持基盤がないっていう人がいたりするので、そういう人が議員になるべきだと思ってるし、言うたらまあ、一昔前はね、三原淳子さんとか大仁田敦さんとか、まあ言うたらちょっと知名度がある人が、賑やかしで比例代表で出てですね、票集め、集票待ちみたいな形の意味もあってですね、やってたんですけども、もうそれはまあ、前時代的なやつで、どちらかというと弁護士さんとか公認会計士さんとか、そういう言うたらまあ、国の施策に対してもちゃんと専門的な見識を持ってる方がやるべきだと思ってますし、まあタレントはタレントでも諸星さんとかね、言うたら諸星さん、そうやね、諸星さんとか、ね、言うたら、ちゃんとこう、スポーツで結果を残してはって、スポーツ関係のお仕事で、貢献したいとか、いうのであったら、僕はいいと思うんですよ。で、TM の、TM レボリューションの西川さんとかもね、実は、僕個人的にガンダムも好きなんで、TM 好きなんですけども、今なんか、ね、言ったら滋賀県のそういういろんな活動に出てはったりとかで貢献してて、で、海賊版対策のですね、そういう言ったらオブザーバーで出てたりとか、言ったら政府系の仕事もちゃんとやってますよっていう実績のある芸能人の方って多分いっぱいいると思うんですよね。そういう方がなるべきであって、なんか昔のアイドルが出るっていうのはちょっと言ったら最近の人を舐めすぎちゃうかなと思うところがあって、まあ一言物申したかったというところでございますね。というのが一点と、もう一つがですね、ワクチンを3回打った人に GoTo キャンペーンならぬワクワクキャンペーンっていうのをやろうとしてると、ワクワクイベントが。で、ワクチン3回接種した人に、イベント割引とか、いうところをやろうということを検討しているっていうような報道が出てると。で、これ、まあ、2チャンというか 2NN で見つけたんですけど、多分これ元記事、ちゃんとした新聞記事だと思うんですよね。FNN だから富士系ですね。富士産経系で、そういうのがあって、岸田首相4月6日っていうことは今日か。今日発表やなと。というところで、まあ、ネーミングセンスもちょっと、うわ、ダサっていうのもあるし、やってることが、結局、言うたら、まあ、言うたら旅行業者とか、言うたら、そのイベント業者に、言うたら、まあ、やるという施策なんですけど、どっかの会社が中抜きして、なんかまたやってですね。やるっていうことを考えたら、もういっそのことなんかみんなにやっぱ5万なり10万なりビャーっと配る方が、色がついてない分マシなんじゃないのっていうようなところで、なんかそのやっぱり、政策のトンチン感さもそうですし、そのネーミングの、しょぼさもそうですしね、なんかまあ一言物申したくなるというところでございます。参議院
線があるので、何かしら成果につなげたいっていうのはわかるんですけども、ちょっとやってることが安直すぎるというか、言うたら、まあ、有権者を馬鹿にしているような、イベントであって、一部潤うかもしれませんけども、誰もそれ望んでないよねっていうような、その、愚策が多すぎると思ってます。で、まあ、でも何もやらないよりかはいいでしょっていうのは、それはまあ、一理あるんですけども、もうちょっとうまい金の回し方ってあるんじゃないのっていうのは、誰しもが思うし、っていうところで、やっぱりまあ、政府関係と、その庶民の有権者とですね、まあ、言うたら、考えてることが乖離してるんだなというところと、まあ、多分政府関係は政府関係で、何ですかね、いろんな部署になんか接触しないといけなかったり、予算取り取らなかったり、いけなかったりするから、出せる案っていうのが、まあ、言うたら結局限られてるんだよっていうのもあったりとか、まあ、上にいる役職の人たちの頭が古いというところでですね、まあ、ろくなアイデアが出なかったりっていうところはあるんだと思うんですけども、それにしてもちょっとしょぼすぎるので、なんかそんな人たちのために給料払いたくないわっていうところはめちゃめちゃありますよね、というところで、まあ、いろいろ思うところありますと。まあ、言うたら、仕事をしている人たちも、ちょっと、どうなんだっていうふうに思ってるかもしれないんですけども、まあ、有権者からしたらもう、特に大きな、はっていうのが出てくるような話なので、まあ、そのことについてはちょっとお話したかったなというところでございました。以上です。